はい、モチベーション&コミュニケーションのキルでございます。本日もよろしくお願いしますはい、ということで今日も始まりましたけれども、なんか楽しくなっちゃいますね。こう動画、面白いという今日も上がり症改善に、コメントをねしていきたいと思います。その前に私のこの一流、二流、三流、気流ですがですね、今日7月1日の日経新聞に載っております。皆さん、5万部突破しました。ありがとうございますいやそして今日はなんと100回目の動画記念ということで、ごめんなさいテンション上がってますけれども、今日はねモチベーションとコミュニケーションスクールの東海のエリアのマネージャーをして、くれております笹大輔さん。よはい、こんにちは、よろしくお願いしますあのマネージャーをやってくれてるんですがね、見てるとこう白衣面白いと思うんですけども、本業はですね、東洋医学専門で、漢方をメインとしたお薬屋さんをやられている方でございます。これ面白いですね。今日ね、まさに体のプロにお越しいただきました。で、上がり症を体からアプローチということで今日は進めていきたいんですけども、今日笹さんにお聞きしたいのはもう専門のところでもありますんでね、お聞きしたいテーマはズバリ、人前に立った時の汗、多汗症の方と、あとは初対面で話すときでもやっぱり汗がすごい出るんですっていう方いらっしゃると思うんです。で、この時期これからものすごくさらに増えると思います。もう汗で困ってるんですっていう方で、この多汗症とかね、汗に関しては今までもたくさん質問とコメントをいただいてましたので、今日は専門家の方も交えて一気に皆さんにね、ご質問に答えたりコメントしていきたいと思います。佐藤さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか簡単にちょっと自己紹介みたいなのありますか？30秒ぐらいで。そうですね、はい、僕はまあとにかく大事にしているのは日々の体のセルフケア、メンテナンスです。これによっていろんな困った場面を、回避することができます。なので今日はまず自分の体を知る、なんで汗が出ちゃうのか自分の体を知るところから一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう嬉しいでございますよ。これまず一つ目は、事前にできる対策、そして二つ目が実際汗が出てしまった時どうするという具体的な対策、これ事前とね、はい、発生後ということでちょっと二つお聞きしてみたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。まず事前にできる、はい、どんなことがありますでしょうか。はい、よろしくお願いします。それではまず事前にできることなんですけど、事前の前にですね、なんで汗って出るんだろうということを少しだけお話ししますからお付き合いください。はい。で、これはですね、実は人間の体には自動調節機能というのがありまして、いつも体の中をいい状態、生きていくためにいい状態に保とうとする力が働いてます。で、そこに対して例えば体温が上がりすぎるということがあったら、打ち水をして冷やさなきゃという力が働くわけです。で、これが私たちでいう汗ですね。ですから皆さんが急に汗が吹き出るっていうタイミングでは間違いなく体温であったり気持ちであったりこの緊張感の高まりというのがあったと思います。これが専門用語で言うと自律神経が交感神経という緊張側の神経にちょっと偏る交感神経優位の状態と言われてます。じゃあ事前に何ができるか、これはこの偏りが急にならないように緩やかに偏れるような体をキープすると、ここが大切になります。具体的には3つ一気にいっちゃっていいでしょうか。いきましょう。一つ目、まず一つ目、早く寝ることです。なぜかと言いますと、この自律神経は寝ることでしか整いません。早く寝る、ですから早く寝る。明日ちょっと会議で発表があるとか汗がダラダラ出たらまずい、人前に立つっていう日の前の日は睡眠で入れなくてもいいです。横になるだけで自律神経整います。早く寝てください。そして2つ目、はい、こちらは、お風呂に入ってください。シャワーではこの急に汗が吹き出すときに出てくる出口は汗の線と書いて汗腺と読みます。この汗腺を常にお風呂に入ると掃除ができます。ですから10分くらいゆったり使って、使っていない場所、頭とかから
水のような汗がじわーっと流れ出てきたタイミングでお風呂を上がってください。そしてバスタオル1回拭いてもじわり、もう1回拭いて収まる。このぐらいのお体をキープしておくと、急に汗がバッと飛び出ることが劇的に減ります。なので2つ目はお風呂。そして3つ目もいっちゃいます。3つ目は、実は私たちのこのお腹です。胃腸を整えます。なので夏だからといって冷たいものを飲みすぎてお腹が冷えてしまうと、私たちの汗を中心とした水の巡りというものが大きく乱れます。なので、お腹は冷やすもの、甘いもの、これを一気に取りすぎない。これをするだけで水の巡りが適正になり、いらないお水は もちろんおしっこでしっかり出てくれます。なので多汗というぐらいの汗は出なくなりますから、この3つですね、しっかり事前準備でお願いします。正解。ありがとうございます。ありがとうございます。3つ今いただきましたけれども、もうウルトラキーワードはね、適正ってことだと思うんですね。普段から適正に汗腺から汗が出るようにする。で、適正なものをちゃんと入れるようにする。そうすると急にドバッと出たりとか、急に冷たいものが欲しくなったりっていう水質がなくなるっていう、こう適正に、過ごすっていうことが事前のウルトラキーワードじゃないかなと思ったんですけども、いかがでしょうか。その通りです。大正解です。はい、ウルトラソウル出ましたよ。はい、ウルトラソウルです。はい、いや、これがまあ事前にできることですね。とはいっても、はい、やっぱり喋ってる時に出てしまう、嫌だなっていう、その対策、具体的になっちゃった時の対策っていうのもやっぱり必要かと思うので、これも聞きたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。はい、はい、お願いします。いざなってしまった、どうしよう。まず最初にできることは、私たちのこの皮膚の状態を整えてあげたいんですね。ここが汗でべったりしていると余計出れなくなるんで、出口を汗は探します。なるほど。そうすると脇とか出たくないところから吹き出します。ですから汗をかいてきた時点で、まあ、女性なんか顔は拭けないんで、まあ、ハンドタオル程度のものでしっかりと皮膚をきれいにしておく、乾かしておく、うん、そうすると不感蒸泄といいまして、目に見えなくてもどんどん水分は蒸発するようにできてます、うん、ですからここを、濡らしたままにしておかないというのが一つ目のポイント。そしてもう一つ、東洋医学から少しお話ししていきます。今日はツボを3つ覚えていただきます。で、実は私のこの手にこうちょんと点をつけておきました。ああ、うん、まずこの親指と人差し指の間のところ、これを合谷と言います。ね、ここの黒くなってるところですね。で、ここをですね、反対の手の親指で構いませんので、ぐーっと、こう見えるかな、ぐーっと押していただいて、まあ大体10秒ぐらい、ちょっと圧痛といって、押すと少し鈍い痛みがあります。それを感じながら10秒ぐらい押してもらって離す。これを3回ぐらい行ってください。ここが合谷といって、それこそ体を適正な流れに持っていきます。そしてさらに、次2つ目ですね。こちらです。これ小指側です。小指側のちょうどここのシワから指、人差し指1本分下の場所にあります。これは陰劇というツボです。進撃の巨人ではありません。陰劇です。で、この陰劇をおりゃーと押してもらいます。これもまた、ちょっと痺れるような鈍い痛みがあります。これ10秒間やって離す。同じように3回。そして最後、後傾という場所が、こちらの、これ小指側です。小指をね、ギュッと回すと、ここにね、ポコーンって膨らむ場所がちょっとあります。お肉がプニッと。この場所を押します。これも同じように10秒を3回。という形で、これってテーブルの下でできますから、会議の時とか発表する時、これは参ったな、汗が止まらないっていう時は、テーブルの下でこの合谷と陰劇と後傾、これをさりげなく、なのでわからなくなったらこの辺を適当にこう揉んでください。手の周りには自律神経整えるツボたくさんあります。ですからこちらで神経の交感神経優位を沈めてあげるというのが非常に有効かと思います。ただあくまでも予防が8割、実際治療が2割という、僕らの体です。ですから日々のメンテナンス、ぜひ長い時間使ってね、体が癖がついてますから、今日から意識してやってみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。これツボはあれですね、副交感神経を優位にするツボを3つご紹介いただいたということですよね。はい、ありがとうございます。バレないようにこう、よかった、はい、事前にね、会議発言するときとか出ちゃうなって、もう予測できるときはしっかりリラックスで、副交感神経を優位にしてから臨むっていうのはいいですよね。はい、はい、ありがとうございました。今日は、汗についてね、いろいろお話を伺いました。で、またいろいろ問い合わせがあったりしたらね、笹さんのアドレスですか、はい、そうですね、メールいただいたら、はい、個別のものがあると思います。何でも言ってくださいね。わかりました。じゃあこのコメント欄に、また個別のアドレスも貼っときますので、何か聞いてみたいことがありましたら、ぜひ、東洋医学のね、体の専門でございますから、体のバランスを整えたいなと質問したい方は、アドレスの方に、ぜひ、お問い合わせください。はい、はい、お願いします。そしてこのチャンネルはですね、人前で喋る緊張改善、あがり症改善のチャンネルをしております。いざそうだ人前で喋るんだったなんていう時に、気づけるように、ぜひこのチャンネル登録をしておいていただけると、皆さんのあがり症につながるのが勝手にこう来ますのでね。そうだ、喋る時これ有効みたいな動画が何本か上がってると思いますから、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、笹先生、今日はありがとうございました。はい、100回記念おめでとうございます。ありがとうございました。それでは皆さんも。